はい、じゃあ前回の続きから入りますか。一応レイの過去を全部知って、でまあ結局レイもやっぱね、あの殺人鬼だったねっていうことが分かりまして、開いてんな。でダニー先生が約束を守ってくれるんだったら、一応、レイには会えると。その後どうなんだろうねっていうね、とこだね。先生がいないね。これがすごいよね、ぐちゃぐちゃ加減が。おい、起きろ。十分寝ただろ、起きろ。ザック、ごめんなさい。私、足手まといにならないようにと思っていたのに。うるせえ、んなことどうでもいいんだよ。いいか、レイ、答えろよ。このフロアに来た人間は、お前が殺すのか。ああ、バレたんだっていうね。おい、ちゃんと説明しろ。おう、レイチェルに乱暴するのやめてくれないか、ザック。ダニー、危ねえな、てめえ。近づくんじゃない。おお、その銃は誰のなんだい？君は本当に短絡的で醜いね。短絡的なとこは反論できんな。ダニー先生。いや、おはよう、レイチェル。君の代わりに僕が君のことを全部ザックに伝えておいてあげたよ。ああ、そんなに暗い目をして、今にも溺れそうだ。どういうことなんだよ。ここに来て、お前のフロアで、ここに来て、お前のフロアで、俺はお前に殺されんのか？違う、違うの。それは違う。ねえ、レイチェル、もう嘘はいけないよ。分かってくれよ。僕、君の頭を打ち抜きたくない。おい。うるさい、黙れ、言っただろう。僕だって必死なんだと。ここで彼女に分からせてあげないと。それに、お前だって知りたいだろう。化け物風情の癖をして。レイチェルは自分の理想の家族を求めて親を殺した女の子だ。僕はそんな彼女のカウンセラーだった。そして彼女を僕が頼んでこのフラの住人にした。まあ、神父様はあまり気が進まなかったようだけど、僕は彼女なら大丈夫だと思った。それに何より彼女の瞳を、彼女の永遠の孤独をどうしても持ってあげたかったんだ。でも彼女の心は壊れてしまった。知らない間にこの部屋に置かれた一冊、ん?この部屋に置かれた聖書の一冊でね。フロアの人間として使い物にならない君を配置することをさすがに神父様は許してはくれなかったよ。ねえ、レイチェル、冷静な君がどうしてあんなにも心を乱したの？私は私の理想のものが欲しかった。でないと許せなかった。でも聖書には書いていた。本当に許されないのは私だった。母、だから普通の清い汚れのない人間のふりをして死のうとしたんだね。それがザック、お前ならレイチェルができると思ったんだ。バカのくせに神に誓って天地さえ彼女の神様になったお前なら。でもレイチェル、君だってもう気がついているんだろう。いくら聖書を読んでも、己の間違いに気がついても、本心は変わらないことを。心のどっかでザックを自分のものにしたいと思ってるんだろう。
ああ、最低で最高だね。お？何もしないのに打ち上がった。さあ、ザック、道を選ぶときた。このままここで殺されるか、レイの神様を降りて一人でここ出ていくか、どうする？もう真実は覆らない。レイチェルはもう戻れないし、どこにも行けない。結果的に彼女は君を騙したんだよ。よくもまあペラペラと。レイ、ダニーの言っていることは本当か？ええ。そうだよ、ザック。俺に嘘をついたのか？うん、ザック。ザックは嘘つき嫌いって言ってたからね。ザック、ねえ、まだ私の神様でいてくれる？まあダメそうだね、なんかね。お前は俺、自分のことを俺頼みにする気かよ。俺はお前の神様なんかじゃねえよ。元から気持ち悪いって言ってたからね。素晴らしい、その通り、おめでとう。嬉しそうだな、先生。さあ、レイチェル、これで君はいつもの君だ。望みは僕に言うんだ。何でも用意してあげる。この先生もだいぶこじれてるよね。そしてザック、君はもう行ってもいい。おい、好き勝手言いやがって。本当だよ。待って、レイチェル。私のしたことは汚れているの。罪を犯した。それは知っていたの。でもダメだった。罪だと知っているだけで。どうしてそれが悪いことなのかわからないの。ああ。ねえ、ザック、ダメ？違うの？ザックは私の神様じゃないの？でも欲しいの、ザック、私の神様が。あ、あの、危ない目になってる。おお。レイ。おお。ああ、レイチェル、君の目はその瞬間が一番美しいよ。ザック、すまない、君を逃すと言ったがダメだ。ありゃ嘘だってやつか。僕の優先する気は今の彼女の望みなんだから。ん？さあ、生きるも死ぬも彼女を追いかけるしか道はなくなったよ、ザック。え、そうなの？僕は彼女の望みのためにお手伝いさんにでもなるよ。ああ、クソ、待って。ビシッ。こんなもの。どうすりゃいいんかね。まあ追いかけりゃいいんだけど、追いかけりゃいいんだろうけど、匂いでごまかしたって何の意味もねえだろ。ああ、めんどくせえな。さてと、お、なんか使えそうなものないか。ピザ。このピザ何度見てもムカつく。あいつどこだ。あ、浴槽の中か。こん中か。洗濯機か。お手加減だ。おい、なんで水が溜まってんだよ。まさかこの中にいるんじゃねえだろうな。行って、あっち、ふざけんなよ。電気か。あ、当たってたね。やっぱりこれはザックには効かないね。あの野郎、待てって言ってんだろう。やっぱこの中にいたか。チビだからこのとこに入ってやがったんだな。ああ、ザックはクソ、ビビらせやがって。やけどのトラウマがあるんじゃないですかね。火なんか使ってんだよ。マイコンと捕まえてやる。ああ、
い、いい加減にしろよ。何？あ、ガスか。3、2、あ、1、ドーン、はい。クソが。あ、すごい、これもダメなんだ。でもやっぱり火は嫌いなんだね。舐めてんじゃねえぞ。今降りる必要ねえな。なんで神父さんに会いに行こうよ、うん、このままそしたらボコボコにされ続けるのかな。あれ自分の家に行くんだのか。お記録は？おう、インディ・ジョーンズ。おい待てよ、マジで。うい、うっそ。はえ。よいしょ。はい。あっぶね。なんだよ今の、食ってんのか。いやにしろよ、ふざけんな。覚えとけよ、このバカ。飛んだホームアローンだね。さて、おい、どこまで逃げ回るつもりなんだよ。撃つか。それでザックは死ぬ。お前に殺されるんだったら先に殺してやるよ。それはもうダメなの。ザックダメだったんだ。最初からダメだったんだね。私今でも、私は死なないと、殺されないとダメだと思ってるよ。だけど私は汚れているから、きっと神様はそれすら望んでいない。私はいらないの。うん、それをね、殺してやるって神に誓ってくれたのはザックだった、うん、でも神様はいないって分かって、そうしたらザックが私の神様になったの。すごい理論だね。で、聞け、何度も言うが俺は神様じゃねえ。うん、分かってるザック。何を分かってんだよ。嘘を暴かれて、私の神様は死んじゃった、うん、おい待て、うん、ああクソ、人の話も聞かねえで勝手に喋って勝手に逃げやがって。基本的にこのゲームの登場人物は人の話を聞かない傾向があるからね。この月が壊れたら部屋暗くなりやがった。クソめんどくせえ、部屋の明かりだな。おい、ん？部屋の明かり？ん？ああ、クソめんどくせえ、部屋の明かりだな。おいか。バカかよあいつ。こんだけ本読めて賢いくせしてよ。バカかよあいつ、うん、でもな、全部偽物なんだよ、うん、さて、またそこの部屋かな、開いてんな。逃げてばっかじゃねえか、お前。なんか言えよ。もう君に話すことなんてないってことだよ。
忘れてたよ先生 君にしては随分好きだらけだね ごめんよ 本当に忘れてた てめえ暴れるなよ、すぐ死ぬよ。レイチェル、少し時間がかかりすぎた。君らしくもない。まあ、化け物だもんね。なかなか大変かな。でも大丈夫。この距離で頭をぶち抜けばさすがに死んじゃうよ。この野郎。はい。あははは。ごめんなさい、先生。おーい。レイチェル？レイチェル、ダニー先生、ザックは私が殺したいの ああ、そうか、そうだね。口で言えばよかったんじゃないかな それに私もう疲れたの。これで終わりにしたい。ん？これで終わりたい。ダニー先生、ごめんなさい。共には生きられない。ああ言って死んじゃったね。今度こそ本当に死んだかな。もう殺して家族を作ったからどうせ許されないから、許されないからもういいよ。私の神様以外ならどんな、なんて構わない。どうなってもいい。でもね、ザック、私最後にザックだけは私の手で私のものにしたい。やりたきゃやれよ。おお、死にたいだ、俺を殺したいだ、終わりにしたいだ だいたいお前はぐちゃぐちゃなんだよ。そんなこと知ってる。じゃあバカ言ってんじゃねえよ。バカなつもりはないよ。本気なんだよ。本気でザックを。そうか。俺がお前みたいなガキ相手に殺されるわけねえだろ。やだやだ、ザック。終わりにしたきゃ俺がやってやるよ。やだやだやだ。なんでだよ、お前が望んだことが叶うんだ。そうね。私を殺さないで、今のままの私を殺さないで。ああ、だってもう私の神様じゃない。私の神様はもう私なんかいらない。私の神様は死んじゃったんだ。初めての見る顔グラです。ああ、そうだ、お前の神様は殺してやった。俺が殺してやった。ザックが賢そうなこと言ってる。ああ。でもな、俺は死んでねえ。わかるだろ。お前を殺してやるって言ったのは誰だ？私の神様。違う。誰でもね、お前の神様でもね、俺がお前を殺すんだ。でも私はおかしい、汚れている。そんなこと誰に向かって言ってんだ。俺は殺人鬼だ。人を殺すのが好きで何人も殺してきた。俺はお前やダニーみたいにグダグダ悩んで逃げ回ったりしねえ。親だか神だか知らねえが、何者のせいにして動くなんて冗談じゃねえ。俺は自分が望むもんを自分で決めて動いてんだ。俺が俺ならお前もお前だろ。違うのかよ。私は私。そうだ。お前がお前なら自分のことは自分で決めろ。なあ、レイ。目の前の俺は誰だ？
目の色が戻った。ザック、そうだ、神なんかじゃねえだろう。うん、ザックは最初からザックだった。なあ、お前は狂ってんのに真面目すぎるんだよ。おい、デイ、目の前にいるのは俺だ。それがわかるんだったら、デイ、俺の望め。死にたきゃ俺に殺されると誓え。お前自身に。ああ、そしてこの俺に誓え。お前の信じる俺を信じろみたいなことですかね。お、涙。うん、お、うん、お、誓う、ザックに誓う。ああ、俺もお前に誓ってやるよ。鼻が赤い。おい、いつまでも鼻水吸ってんじゃねえよ。でも鼻からカッて言いながら出てくるから。バカ、あんなこと言わなくていいんだよ。これからここを出んだ。どうにかしろよ。うん、どうなんだろう、これ本当に最後殺しちゃうのかな。てか、ここはお前のフロアだろ。出口分かってんのか。実はここから上に上がる記憶はないの。ああ、マジかよ。興味なかったし。でもこのリビングに玄関がある。まあ、じゃあとりあえず玄関に行ってみるか。うん。先生。おい。うん。ザック。よし、動かねえな。死体蹴りですね。見たい。もう一回蹴れないかな。よし、もう何遍でも蹴っとこう。よし、動かねえな。でもあんまり死体蹴りやりすぎるとね、炎上するんだよね。おい、何も真面目にどうすんだよ。何も聞かないの。このビルにある死体の一つ一つに何だとか今更思うわけねえだろ。はは、そうね、そういうもの。ああ、聞かれたきゃ聞いてやるけどよ、それは別にいいかな。おい、これがダニーの言ってたやつか。この聖書は一体誰が持ってきたんだろうね。神父さんかな、やっぱ。うん、聖書。中身何書いてんだ。読もうか、長いけど。あ、何も読んでる時間ねえよ。短くできねえのか、あと面白いのか。短く面白い。もう行くぞ。聖書はさすがにね。あ、ここ壁じゃねえのかよ。間違ってなきゃここは玄関だよ。ザック、中古してみて。おお。やっぱり開いた。ザック、別に開くてもよかったんだよ。そうだよね、うっせ、開いたんだからいいんだよ。そっか、開いたからいいか。おお。ん、行き止まり。でも何があるかきちんと探してみよう。ダンボールの中に何もない。立ち入り禁止のバリアリールが置いてある。バリアリールって言うんだ。ダンボールの中にお店がない。何もないね。おい、何にもねえじゃねえか。おかしい、そんなはずは。お前のフロアなんだろう。なんか考えろよ。うん。うん。
出口がある場所はどっか考えよう。あ？え？どっか行ったことない場所とかこのフロアにねえのかよ。このフロアで。いや、ここ以外はトラップを仕掛けるのに隅々まで調べてるから。さすがだな、お前。ん？動かせない、特に。ああ、わけわかんねえ。誰か上から降りてきたことはねえのかよ。そんなはずがない。だってザックでもなきゃすぐにトラップで死ぬから気づく。だろうな。じゃあ誰も下に降りてこなかったんだな。やっぱわけわかんねえ。誰も降りてこない？それは。ここはすでに地上。誰も降りてこない。どれ選んでもそうだけど、おかしいよね。でもここはすでに地上だったらきっともうすでにここは地上。マジかよ。じゃあすぐ壁から壁かち割って出ようぜ。え？壁が崩れるだけで何もねえぞ。ごめん、間違えたかも。はあ、はあ、じゃあ考え直せよ。はっはっ。ザックのアクションが可愛くなってる。はっ。誰も降りてこない。それは、おかしい。うん。お、いや、それはおかしい。だってダニー先生は、外に出入りしてたんだもの。この部屋のトラップや家具は先生が外で買ってきて用意したものだから。ああ、どういうことだよ。ちょっと待って、考えるから。搬入口があるはず。誰もこのフロアに外から降りてきてない。だけど、ん？けどダニー先生は外に出入りしてた。ということは、ああ、これ選びたいな。ワープでしょ。出口はないんだから、出入りするためには。ダニー先生はもしかしてワープで出入りしてた。おい、ワープって、あいつ人間だろ。それとも通気口とかからうごうごして出入りしてたのかな。気持ち悪い、あいつ人間じゃねえだろ。つうか、そんなわけねえだろ。俺だってわかるぞ、バカ。ちゃんと考えろ。考え直さないと。誰も黒フロアに外から降りてきてないけど、ダニー先生は、外に出したということは、まあ、別のフロアに出口があるのかな。ちょっとこの曲を聴きたい。このフロアに出口がある。じゃあもっと探さなきゃいけないじゃねえか。お前ここだったらやるか。正直ない。あー、ねえのかよ。じゃあとにかく壁がちわってみようぜ。よし、やってみようぜ。え？よしよし。そのうち出れるんじゃないの？こうやって放っとけば。なんもねえ。手当たり次第やってもしょうがないよ。それに正直、出口がこの風呂にあるかも、あるか微妙かも。お前、じゃあちゃんと考え直せよ。ちゃんと上方向に向かって掘らなきゃダメですよ。マインクラフト方式に。別のフロアに出口がある。このフロアとは別に出口がある。はあ、なんだよそれ。ザックがここに来た時、他の殺人鬼キャシーやエディはすでにこのビルにいた。ああ、おう、キメイからほとんど話さなかったけどな。やっぱり。なら私はこのビルに最後に来たということだったら、いやー、これはですね、下に降りるんじゃないかな。ザック、壁を破ろう。よし。またかよ。おい、今度こそ正解だろうな。やってみればわかる、不正解だってことかな。じゃあ今度こそやってやるよ。
やっぱ壁は薬だけでなんもねえ。また間違えたね。お前がな、ほらもう一回考えろ。私はこれ見た目けど、行こう。だったら、はいはい、これはね、下に降りるだと思うんだけど、上に登ってみようか。ザック、上に登ろう。あ、出口が分かったのか。どこから登るんだ。どこから。壁を崩してじゃんよ。いいもの忘れて。お前ガキだから遊んでんじゃねえぞ。考えなさいと。やばい、さっきの感動が薄れてくるぞ。はいはい、ね、やっぱ下に降りるでしょうね。別に出口があるってことはね。ザック下に降りよう。はあ、下に、多分下の B に出口がある。わけわかんねえよ。なんでわかんだよ。この部屋には出口は必要なかったの。つまり私のこのフロアは一番後に作られたもののハウスだとすれば、この部屋ができた時には、外への出口はすぐにあったということ。ザックも私もきっとそこから連れてこられたんだ、うん、この部屋外で私と出会ったダニー先生が神父様に頼んで後から作られた部屋なの。だから1F と繋げなかったんだと思う。ガイドね、降りてくる人を私が一度も見ていないのはその証拠だよ。なるほど、わからんってやつね。よくわかんねえけど下に降りればいいんだな。うん、地下に降りるためのスイッチならこのフロアのどこにあるか覚えてるし、それで大丈夫なはず。お前が言うならそうだと思うぜ。行くぞ。うん、よし、行こう。スイッチは確か地下のオルゴールのあたりにあったはず。はい、行きましょう。一応調べとこう。あ、ピザが机の下に。うん、お前、俺はこれが一番ムカついたんだよ。え、お前これでピザ二度と空気なくしただろうが。あ、それはごめん。これを激辛にしたのはレイか。なあ、このフロア水が流れねえのか。うん、止めてるだけ。流しとけよ。水道いつ止めたんだっけ。なあ、お前ここに入ったけど、これどうやって開けるんだ。お、こうやるの。おお、感動。あ、そっか、見つけないんだ。これで俺はそんなのだぞ。うん、空っぽ。鏡か、なんだよ。ここに来て鏡にはあんまりいい思い出がない。魚に電気とかおかしいだろ。そうかな。魚は水で泳ぐし、水は電気を通すよ。それにここにいた魚はピラニアだから淡水魚だし、海水じゃなくても大丈夫なんだよ。やっぱピラニアか。お前そういうことじゃねえだろ。あ、終わっちまった。やめて。さっき散々終わったよね。お前爆発ってなんだよ。ごめんなさい。でもザックは大丈夫だったよね。きっとね。よかった。俺は焦げたんだよ。地下に行かないと。はいはい。行くか。おい、どうした？降りるぞ。ザック。私一人で地下に行っていい？は？なんでだよ。ここに来るのは最後になるし。ここにお別れを言いたいなって思って。なんでそれで一人で行くんだよ。見られるのがなんだかちょっと恥ずかしいからかな。ああ、先に言っておくけど、よう、犬はぶっ殺したからな。そうなの？
ざっくらしいね。ここで見張ってやるから早く行ってこいよ。センキュー。うん、すぐに戻ってくるよ。いい笑顔。ああ、ここ焦げ癖。そうですね。あなたが焦げた匂いですね。鼻がおかしくなる。早く行ってこいよ。すぐ行ってくるよ。見張ってやるけど気づけろよ。うん、おい。あ、もう行ってきたのか。うん、まだ。お前、俺は気が短いって言っただろう。あ、そうだったね。忘れてんじゃねえよ。意外と待ってくれるから。忘れちゃってた。そうなんだよね。それがてめえが若者だけだろ。そうかな。そうだよ。すぐ早く行け。はい、お前さ、すぐだけど喋るような。結構会話してくれるね。待った。え？早く行けって言ってんのによ。ちょろちょろ反省やがって。そういえば前におしゃべりが嫌いだって言ってたね。でも私はザックも意外とおしゃべりだなって思うよ。あ、そりゃお前がしゃべるからだろう。そんなのせまだ行ってきてねえな。ごめん、すぐ行ってくるよ。お若いとやらに何うだうだしてんだか知らねえけどよ。待ってやるから早く気済ませてこいよ。うん、わかった。待ってて。ああ、はいはい。行ってくるか。あ、オルゴールの音、蓋開いてるのかな。獣の匂いが漂っている。本当だ、いない。ごめんね、もう縫ってあげる時間もないの。うん、もうここは取り越えられるんだ。はいはい、神父さん。レイチェル・ガードナーか。どうして拳銃がない。リビングで落としたんだ。落ち着きなさい。私は何もお前を取って食うわけではない。うん、じゃあ何の用なの。何、少しお前に聞きたいことがあっただけだ。その笑顔やめようよ、怖いから。レイチェル・ガードナー、ザックはお前の神ではなかったな。ええ、でももうそれはちゃんと分かってる。ああ、そのようだな。だがそれをお前は心から理解しているのか。私とザックは神様じゃなくてお互いに誓った。ああ、その通りだ。ザックはもう神ではない。絶対的なものではなくなった。お前はザックを天使でもなく神でもないものにしたのだ。うん、つまり、お前の願いを必ず叶えてくれる者はいなくなった。え？神でもないものに立てた誓いなのだから、裏切られることもあろう。それでもなおお前たちの誓いを絶対的なものを信じるならば、それは神とは何が違うというのだ。うん、別に絶対だなんて思っているわけじゃない。ほう、確かに私はザックを信じている。それは本当よ。でも誓いも信じるのもザックと私がそれぞれの心で決めたことだから、もしそれが裏切られたとしても信じたのは私の心だから。うん、私の心は私が背負う。神様とは違うことなんか覚悟してるもの。そうか。そしてお前はその上でまだ己の死を望むのか。ええ、なぜだ。お前はここまで考えを変化させた。それでもその望みは変わらないのか。別に私自身は変わったわけじゃないもの。自分を受け止めただけ、ただそれだけ。そして私はそんな自分を許してほしいなんてもう望まないし、許してくれる人ももういない。だからやっぱり私は死にたいの。生きてはいられない。うん、そう自分で決めたことを言うのだな。ええ、それと
やっぱりあとは内緒。ザックは殺したいって言ってからね。まったく神はただ置いてけぼりではないか。あ、そのような顔せんでもいい。今更だ。最後にもう一つ聞くぞ。本当に最後だよ。レイチェル・ガードナー、お前は何者だ？それ何度も聞かないで。私は私、それ以上でもそれ以下でもないわ。ああ、そうか。お前の話はまるでザックと自分が対等の者同士のような話ぶりだったな。うん。だがそれも間違いではないのかもしれぬ。天使にもなれない魔女でもなかった娘、お前はレイチェル・ガードナーに間違いないのだな。うん、ええ。これで終わり？もういいのならボイルエベーターを起動するスイッチをさせて。ああ、もう構わぬぞ。邪魔しない？最初に言っただろう、邪魔をする気はないとな。それよりレイチェル・ガードナー、お前はもう少し可愛げを持った方が良いぞ。余計なお世話じゃい。オルゴールのとこにスイッチがついている。これを押せば動いた。ザックのところへ戻らなきゃ。神父様、もう行くね。ああ、止めはしない。好きにしなさい。神父様、出口は B2 にある。答えると思うかね。私はあなたの質問にたくさん答えた。確かに神父様も答えてくれてもいいと思う。妥当な要求だよね。そうだな。B2 の大聖堂ステンドグラスを調べなさい。割っちゃうよ。わかった。ザックに行ったら割っちゃうよ多分。ああ、そういえばこの場所にお別れを言えなかったな。ごめんなさい。さようなら。行こう。ザック、これでB2に戻れるよ。ここに来た時のエレベーターのところへ行こう。よし。おお。しかしお前ずいぶん遅かったな。地下に神父様がいたから。あ、あいつまだいたのかよ。でも何もなかったし邪魔もされなかったよ。何なんだよあいつはよ。あ、ここの蓋閉めちゃおうぜ。なんだよ、リビングに行かなきゃ。私多分そこで拳銃を落としたの。ああ、あの時か。じゃあさっさと拾って瓶に降りんぞ。うん、嫌な予感がすんな。先生の死体がないとかそういう。ほらー、またいない。はあ、あの野郎、あいつこそ化け物じゃねえか。先生たくさん蹴ったんだけどな。ちっ、お前の拳銃を拾ったらさっさと出るぞ。はい、あったけど、これじゃあったんだろ。どうしたんだよ、弾がないのか。引き金が壊されてる。おお、ダニーか。使い物になんねえんだな。うん、力ねえ。行くぞ。ねえザック、あ、ここ弓矢が飛んでこなかった。ザックに追われてるとき発動しなかったみたいで。安心しろ、一番最初に飛んできたぞ。え、おい、まさかあいつ、ん、死体を見たのか。多分そう。くっそ、真っ二つに切ってやればよかった。首をね、首を切り離すんだよ。お前あの地下で神父のやつに会ったんだろう。うん、
お前、お別れがどうとか言ってたけど、できたのかよ。簡単になっちゃったけど、大丈夫。あそこにあったもん、全部お前のか。ここに来てからもらったものもある。あ、じゃあ、お前のじゃないのか。どうかな。縫ったり繕ったりして、私のものにしようとしたけど、人形は返事をしてくれないから、私のものだったかわからない。けど私は大事に思ったから、さよならをしたの。ああ、オルゴールはもともと持ってたものだよ。あれは小さい頃、最後に買ってもらったものだったかな。ああ、唯一のというか最後の優しい思い出なんだね。あの音とても好きだったな。欲しけりゃ持ってくればよかったんじゃねえのか。いいの、もう、音も思い出も私が全部わかってるから。それだけあれば、あとは何もなくてもいいの。お前がいいならいいんじゃねえか。ほら、もう一つで地上だ。行くぞ。戻ってきたね。本当にな。全くややこしいんだよ。よし。時間ちょうどいいんで、ちょうどいいんでって言ってもちょうどいいかどうかわかんないんだけど、一旦ここで区切ります。お疲れ様でした。